郵便局、郵便局、郵便局、A、ポストオフィスとは、郵便サービスを提供するための、その利用者向けの施設、組織のこと。郵便局とは、郵便のサービスを提供するための、その利用者向けの施設及び組織のことである。各郵便局は、郵便という、大きなシステムの中でも特に利用者と直接に接する部分を担っており、より具体的に言うと、 郵便物の受領、集配、担当区域内に設置されているポスト群をめぐって郵便物を集めること、及び担当区域内の住宅や店舗や事務所等に郵便物を届けることを行っている。国によっては郵便局が上記の純粋な郵便以外の業務を行っている場合がある。例えば国によっては郵便と電話は同一の行政組織が担当している。 場合があり、いわゆる郵便局が電話に関する窓口も同時に担っている場合がある、フランスやフランスの海外圏など。フランスでは郵便サービスを担っている国の行政機関は、もともと PTT、郵便、電信、電話という名称の機関で、それらを等しく担ってきた歴史があり、名称が LA ポストと短く変更された後も、 基本的には変わっておらずどれも行っており、その結果、各郵便局もそれらを扱っている。フランスの LA ポスト内には、公衆電話がいくつも設置されており、電話関連の事務手続きも行っている。また郵便物ではない、荷物等の受領、配送等の運送事業の窓口になっている国、日本など、旅券の発券を委託されている国、アメリカ合衆国、銀行窓口機能や、 保険窓口機能を合わせ持った特殊な例もある。日本、台湾、フランスなど。アメリカにおける郵便局事業は公共企業体であるザ・ユナイテッド・ステイツ・ポスタル・サービス、USPS が行っており、貯金事務や簡易保険事務などは行っておらず、純粋に郵便事業が中核であるので、各郵便局もほぼ純粋に郵便サービスを提供している。 1516年に、ヘンリーパス制によって、王室郵便、ロイヤルメールが設立されたことに期限を発する。1635年には、王室郵便の利用を一般公開する旨、チャールズ国王が布告した。しかし、当時は、受け取り人も払いであったため、不払いなどが多発していたという。1830年代に入ると、ローランドヒルが、郵便改革案を提唱し、 1840年改革案が議会を通過するときっての創設や全国人支払いなどの特徴を持つ近代郵便が誕生した。1850年代にはポストが創設された。これらの手法が世界に広まったのが近代郵便システムである。これらの経緯からイギリスにおいての郵便事業は1700年代以降350年以上に渡り国営のロイヤルメール ロイヤルメールの独占が続いていたが、2000年に政府100%所有の特殊会社。2001年に郵政公社から英国政府100%出資の株式会社となり、2002年には公社の称号からロイヤルメールグループに名称変更し、数十社を展開、主に窓口事業や郵便貯金事務などを行うポストオフィス、ポストオフィスと、 国際小包み配送を行うパーセルフォース、パーセルフォースが実務の中核を担っていた。郵政事業参入の自由化が2005年に行われ、ドイツポストや UK メールなどの新規参入が相次いでいるので、各郵便局もそうした業務を行っている。2011年に郵便サービス法にてロイヤルメールの完全民営化が決定すると、ポストオフィスはポストオフィスリミテッド。 として分離され、パーセルフォースも別会社として三者分離された。ポストオフィスリーミテッドは現時点も政府100%保有の国営である。ドイツにおいての郵便事業は民間会社であるドイツポスト、ドイチェポストックが主に扱っている。1995年、それまで国営の連邦郵便公社が行っていた郵便、電話、 貯金の事業をそれぞれドイツテレコム、ドイツポストバンク、そしてドイツポストに分割、株式会社として民営化したことに由来する。オランダにおいては民間会社であるトップグポストが郵便事業を行っている。トップグポストは全額民間資本であり、他ヨーロッパ諸国のように政府資本を一切入れていないところに特徴がある。中国において 郵便事業は2007年に監督官庁の国家郵政局と実質的経営を行う中国郵政集団講師に組織分割された。また2006年に郵政事業と通信事業が分割され、都市部においては郵便集配と電報を行う郵政局、小規模なつぼねは郵局と故障並びに各地の通信会社に事業分割された。ただし局によっては、 現在でも、郵便、貯金、電話、新聞などの販売を同拠点で扱っているケースも見られる。なお、貯金は2007年に中国郵政貯蓄銀行として独立している。台湾における郵便事業は中華民国政府が出資する中華郵政、中華郵政古墳有限行使が行っており、かつて中華郵政は中華民国交通部郵政総局で、 あったが、組織改革によって2003年1月1日に公共業に改祖し、交通部が100%出資する国営行使となったので、民間では、郵局、郵便局と通称される。事業内容は、郵便事業及び郵便貯金事業。なお、2007年から2008年にかけて一時期、台湾郵政と呼称していた。大韓民国では、産業通商資源部が、 郵便、預金、貯金という用語は使用していない、郵便局保険、簡易保険に相当取り扱っており、預金や保険は取り扱わないが、水協、日本の漁協に相当、農協、信用組合を含むすべての金融機関と、電算網がつながっている。なお、別定郵便局、ピョルジョンウチェグ、別に定めたという意味、日本の、 特定郵便局に相当するようなものがある。日本において郵便局と称するものは、歴史的には、定新省、郵政省、総務省郵政事業庁、日本郵政公社と続いた国の機関であり、2007年10月1日の郵政民営化から2012年9月30日までは、郵便株式会社の事業所、2012年10月1日以降は、 日本郵便株式会社の事業所である。2018年6月30日時点で全国に24,024の郵便局、分室、簡易郵便局を含めるがある。郵政民営化以前の郵便局は以下のように区別された。また、周配業務の有無により、普通郵便局と特定郵便局は次のように分けられた。簡易郵便局は窓口業務のみを扱う。 郵政民営化後は、集配業務及び時間外窓口についてはすべて、郵便事業株式会社の事業となり、郵便局を運営する、郵便局株式会社からは切り離された。また郵便局内にある ATM についても、郵貯銀行の管理となった。したがって郵便局の規模の大小に関係なく、郵便局は、主として、窓口業務のみとなり、郵便局の区別は現在では、 直営郵便局、簡易便局の2種類に区別される。郵便局の業務の約9割が委託、郵便、貯金、保険である。2012年10月1日付で、郵便局株式会社が、郵便事業株式会社を、吸収合併し、日本郵便株式会社が発足したため、郵便業務が、自前業務となり、貯金、保険が、自宅業務の中心となった。 日本の郵政事業は時代とともにその事業主体が様々に移り変わり、その変遷とともにそれらの根拠法が示す郵便局なるものの定義や設置趣旨なども多少異なっている。郵政省設置法では国家行政組織法に基づき、いわゆる郵政事業を一体的に遂行する責任を負う唯一の政府機関として郵政省が設置された。 郵政省設置法に基づき、郵便局は、郵政省の事務の一部を文章する、地方支分部局の一つとされ、その名称、管轄区域、所省事務及び内部組織は、郵政大臣が定めることとされた、廃止前の郵政省設置第6条。郵政省が廃止され、同時に、総務省が置かれると、新たに、郵政事業を行う総務省の外局として、 郵政事業庁が設置された。郵政事業庁設置法においても、郵便局は郵政事業庁に置かれる地方支分部局の一つとされ、郵政事業庁の所掌事務のうち、現業事務の全部または一部を文章するものとされた。また、その名称、1、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令に委ねられることとされた。 廃止前の郵政事業庁設置法第11条。プログラム法である中央省庁等改革基本法に基づき日本郵政公社法が定められ、日本郵政公社が郵政事業を実施する国営の新たな公社として発足した後は郵便局の設置主体も公社に移った。日本郵政公社法では郵便局を総務省令で定めるところにより、 あまねく全国に設置しなければならないものとして定めており、その省令を定めるにあたっては、地域住民の利便の確保について配慮することとされている、日本郵政公社法第20条。日本郵政公社は、同法の施行の際、現に損する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすることとされている。なお、2006年9月以降、集配郵便局の削減。 無集配局化や、集配センター、配達センターに細分化された参考。この体制をもって2007年10月1日の民営化、分社化を迎えた。郵政民営化法により、2007年10月1日をもって、日本郵政公社は解散し、日本郵政株式会社、持ち株会社、郵便事業株式会社、郵便周配、郵貯銀行、貯金、 かんぽ生命保険、生命保険、便局株式会社に郵政3事業が分割承継された以上、日本郵政グループ。郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を引き継ぐものとして郵便局株式会社が設立される。郵便局株式会社法では会社の営業所であって、 郵便窓口業務を行うものであればすべて郵便局であると定義しており、また、営むことができる郵便局を活用して行う、地域住民の利便の増進に資する業務として、銀行業及び生命保険業の代理業務が例示されている。同法における郵便局の設置基準としては、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として、 郵便局を設置しなければならないと規定されており、日本郵政公社法に規定する地域住民の利便の確保についての配慮とは、文言上異なる規定がなされている郵便局株式会社法第5条。公述の通り2012年10月1日に郵便局会社と郵便事業会社が統合されるまでの5年間、周廃業務は郵便局の事業ではなかったにもかかわらず従来、 通り郵便局の事業と誤解する利用者やマスコミなどでの紹介ですら郵便事業の集配担当者を郵便局員として紹介するご用が散見されており、集配担当者が同じグループ内とはいえ他者を語ることになることを承知で自身をあえて郵便局のものですと名乗らざるを得ない事例も存在していた。2012年10月1日付で郵便局株式会社が 郵便事業株式会社を吸収合併し、日本郵便株式会社となり、郵便局の定義も会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものとされた日本郵便株式会社法。従って、同法上の定義では、郵便局という名称であっても、銀行窓口、保険窓口業務を行っていない場合、 遊ちょ銀行併設局や郵便専門局などは法律上の郵便局ではないとされる。合併後、郵便局は日本郵便株式会社の店舗となり、従来郵便事業の支店、周配センターだった拠点も原則郵便局となった。これに伴い、郵便局と同一名称の支店名を持つ郵便局とは別立地の郵便事業の支店については名称変更が行われた。 郵事業大阪支店大阪北郵便局、郵便事業博多支店博多北郵便局など、郵便局名と違う名称だが同一地に所在するケースなどは民営化前の名称に戻る形となる、郵便事業宇佐四日市支店、大県の四日市郵便局など、郵便局とは別立地となっている一部の郵便事業支店や集配センターについては、分室の扱いとなり、 郵便局郵便分室、郵便局周配分室となった4どころもある。これらとは別に、郵便事業丹波支店のように、新たに同一名称の郵便局が発生したケースもある。郵便事業丹波支店、兵庫県の丹波郵便局、元からある、京都府の丹波郵便局のケースなど。郵便局の基本業務は、 郵便窓口業務であるが、その中でも特に重要な業務が郵便物の配達である。担当区域内宛ての郵便物一つ一つのために、一軒一軒の家の前まで出向き屋ごとに、位置や形状外な郵便受けの入り口に入れていく、という膨大な作業を行う。なお、エリアによっては郵便に加えて、郵貯の業務を行っていたり、かんぽ生命保険の業務を行っている例もある。 一つ一つの郵便局が郵便窓口業務以外に何をしているかあるいはしていないかということについては郵便局ごとに異なるためここでは煩雑になりすぎるので細かくは解説しない各郵便局の入り口と日本郵便株式会社の公式ウェブサイトで個々の郵便局の業務内容が説明されている民営解雇を特徴的なのは グループ外の商品を受託販売するようになったことが挙げられる。自動車保険、変額年金保険、医療保険、がん保険、法人向け生命保険である。取扱いは現在、おおむね1 0 0以下と限定的である。民営開口、封筒などの文具を郵便局で取り扱うことができるようになった。また、局少数の郵便局では、直営コンビニエンスストア、 JP ローソンを併設営業している。国体、博覧会会場などに設けられる臨時出張所や自衛隊の幹線内などに開設される船内郵便局などもある。富士山頂郵便局、静岡県富士宮市や上高地局、長野県松本市などは開設が季節限定ではあっても設置自体が常設のため定期開設局と呼ばれる。 郵便窓口業務のみを行う。トラックの荷台部やマイクロバスの車内に郵便局の設備を設置し、駐車して郵便局業務を行う例がある。郵便局が閉鎖された地域を定期的に巡回したり、東日本大震災などの災害で郵便局が被災し機能しなくなった地域に設置したりしている例がある。農業協同組合、漁業協同組合や、 地方の事業者、地域住民が受託する郵便局を郵便局の歴史的経緯から簡易郵便局と称することもある。郵便局名の末尾が簡易郵便局となっているものが害する。1990年代の一時期、シティポストと称し、都市部の百貨店、地下街、旅行代理店内にカウンターのみの郵便局窓口を設けることが流行したものの、 民営化前にその多くが廃止されている。分類としては、簡易郵便局の一種であった。1970年代までは、旧廷新商での電話業務の経緯から、農林漁村の郵便局で日本電信電話、公社、電電公社の業務に属する電話交換業務、自社区主導式や、電報受託業務も行うつぼねもあり、日本電信電話株式会社、NTT 発足までは、 電話関連事務を電電公社の受託で行うつぼねもあった。郵便局の下部に属する分室や出張所、臨時出張所、郵便集配所も存在する。分室は窓口分室、例、岡山中央局天満屋内分室、北浜郵便局高等裁判所内分室、成田郵便局空港第一旅客ビル内分室、同、第二ビル内分室、 周廃、郵便分室、例、陸前高田局郵便分室、新宿北局落合長崎分室、現存せず、六日町局、塩沢周廃分室、和歌山中央局川辺周廃分室、海南局、野上周廃分室、作業分室、例、小木久保局ゆうックセンター分室、帯広局分室、仙台東局若林分室、新東京局羽田分室、 新大阪局南港分室、悠々窓口分室、例、銀座局 JP タワー内分室、晴海局京橋分室、富山南局富山駅前分室や四所箱分室、例、渋谷局体操ビル内分室、新宿局新宿 NS ビル内分室、同新宿モノリス内分室、同新宿住友ビル内分室などに分かれる、なおこの例例分室という区別は、 有種化が名付けたもので、日本郵便が付けたもので、はい。窓口分室は、基本的に、小規模な局舎だが、かつての名古屋中央局名古屋駅前分室のように、もともと中央郵便局だった局舎を流用したために、大規模なものもある。分室は固有の取扱局番号を持たず、属する郵便局の取扱局番号の後ろに、アルファベット一文字を付して区別する。 6桁の局所コードの場合は、1の位が例以外の数字の拠点が分室となる。郵便日付印には本局名と並んで、分室名が入る。これらは、郵便局より下位であっても、一応独立した局所としての地位を示すものである。ただし、一般客を相手にしない、作業分室や支所箱分室は、分室名を省略した日付印を使用するところも、ある。 郵政民営化以前、周廃普通郵便局が周廃業務を廃止した場合、特定郵便局へ局主改定することが多かったが、郵政民営化直前になって分出化する例が増えた。これは、分出の方が営業時間、取扱事務を柔軟に設定できることや、郵政民営化に向けた郵便局削減圧力への対応とされている。2007年7月30日。 全国の貯金を扱う分室のうち、過半数の親局が変更された。これは、分室の親局は大規模な郵便局が多く、それらのぼ根の貯金化は、郵貯銀行の直営店となるところが多いのであが、郵貯銀行は分室を設置しないため、郵便局株式会社が、郵便貯金を扱う、郵便局に親局を変更する必要があるためである。この時、 分室名の変更を伴うことがあった。特に、貯金事務センター内等の日本郵政公社の施設名を冠した分室名は、多くが地名を使った分室名に変更された名古屋中央局貯金事務センター内分室は存続。また、無周廃普通郵便局化された分室もあった。郵便しか扱わない分室は、親局の変更はなかった。また、 民営化後も郵便局会社が貯金を扱うことになる。郵便局の分室も、今回の親局の変更はなかった。なお、これに伴う親局が変更された拠点のうち、後に、分室での貯金取り扱いを取りやめた拠点については、親局を元に戻したところも一部であった。ATM は、店舗外扱いとして存続させたケースを含むが、通常払い込みや、高加入出金は、 取り留めとなった。2012年10月1日、日本郵便株式会社の発足に伴い、郵便局と郵便事業支店の一部については、分割前の郵便局側が親局となり、郵便事業拠点側が親局の郵便分室、郵便局と郵便事業の集配センターが分割された拠点の一部については、従来の郵便事業支店が親局となり、 郵便局と分離された従来の集配センター側が親局の集配分室となった。2007年10月1日までは主にスーパーマーケット等に設置された ATM の正式名称であったが、同日の郵政民営化によりこれらの ATM は郵貯銀行の支店の管理となったため郵便局の出張所はほとんど残っていない。臨時出張所は文字通り 臨時に設けられる郵便局である。ただし臨時出張所と名乗っていても、ほとんど常設の窓口であるものもあれば、単なるワゴンセールに過ぎないものもあり、千差万別である。ワゴンセールは、駅のコンコースや大型ショッピングセンターなどでの年が、はがきなどのくじつけはがきの販売時や、夏の花火大会や祭りなどのイベント時の出店などで、多く見られる。 2007年の郵政民営化発の年賀はがき販売では、郵便局会社と郵便事業会社がそれぞれ臨時出張所を出展し、同じ場所で局会社と事業会社が交互で出展したり、同じショッピングセンターや駅構内の違った場所、東口と西口などで両者が出展するような光景が見られた。臨時出張所と称しながら常設の友人窓口を有する 出張所があった。過去には、日本橋局、東急百貨店内出張所、ポスタルショップ日本橋、KDD ビル内局、アネックス出張所、現在は出張所あと日本外店、岡山中央局、天満屋内出張所、ポスタルショップ桃太郎、現在は岡山東局、天満屋内分室、岡山中央局、岡山市役所内出張所、市役所、ポスタルショップ、 現在は岡山東局、岡山役所内分室、仙台駅内局、仙台駅東口出張所が存在した。またかつて、平野局、大阪市や、奈良西局、奈良市、天ヶ崎北局、天ヶ崎市、布施局、東大阪市では、普通郵便局改地区にあたっての仮局者を臨時出張所と称していた。1992年、当時。 離島の集配局を無集配化した際に、継承先が内地のつぼねだった場合に、継承先のつぼねの出先となる作業拠点として、離島側に設置された拠点で、郵便事業時代は担当支店の集配所と位置づけられ、日本郵便となった現在は、集配局の郵便集配所と称している、新東京局小笠原郵便集配所など、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。